はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が亡くなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ビタミン D と大事な、ね、腸内細菌の関係性についてです。ビタミン D というのはですね、魚介類とかね、卵、キノコ類などに多く含まれるステロイドの仲間のビタミンであってですね、カルシウムの吸収を増加させるなどね、あの健康な骨の維持にはね、不可欠な成分なんですよ。このビタミン D というのはですね、人間の体の中に入ると、腎臓で、活性化を受けてですね、活性型ビタミン D に変化します。腎臓が悪くなるとね、骨が脆くなるのはね、そのことなんですよ。そのためですね、ビタミン D っていうのはね、骨ばかりではなくてですね、体のバランスのね、調節にね、広く働いてくれることがね、最近明らかになってきています。で、ウイルス感染などからね、身を守るその免疫の働きもですね、動脈硬化の進行を予防するような働きとともにですね、ビタミン D が欠乏するとうまく機能しないことが分かっています。そしてビタミン D と腸内細菌の関係なんですけどもね、高齢者の男性のね、腸内細菌のね、多様性とですね、血液のね、活性型ビタミン D のね、濃度の間にですね、優位な関係が認められたんですよ。腸内細菌っていうのはね、ビフィズス菌とか大腸菌がね、有名ですけどもね、より多くの細菌がね、バランスよくね、生育している状態がね、健康寿命のためにはね、重要であることが考えられています。なのでね、活性型ビタミン D がね、多くあることが、腸の健康のためにもね、重要であるようなんですよ。よってですね、ビタミン D っていうのはね、健康に重要なパートナーであることはね、間違いなさそうです。ほんでね、ビタミンというのはですね、通常、体では作られない物質のことなんですけどもね、ビタミン D はね、その例外でですね、体でコレステロールを原料に、肉のね、紫外線の働きで合成することもできます。そんなビタミン D はですね、カルシウムの吸収を高めてくれて、骨の健康維持を保つためにですね、必須のビタミンなんですけどもね、それ以外にもね、多くの働きを持ってます。その一つがですね、免疫系をね、活発にしてですね、感染症などを予防するような効果です。で、これまでの報告によるとですね、血液のビタミン D 濃度がね、高い人ね、肺炎などにかかりにくいことが分かっています。それではですね、新型ウイルス感染症にですね、今お話ししているビタミン D というのはですね、有効なんでしょうかという話なんですけども、ヨーロッパ全土でね、その新型ウイルス感染症のね、罹患率とね、死亡率とね、血液のビタミン D 濃度のね、関係をね、検証したところですね、血液のビタミン D 濃度が高い人ほど人口あたりの、新型ウイルスのね、感染者は少なくて、死亡率も少ないという傾向が見られたんですよ。これはまだ単純にですね、国別を比較しただけのデータなんで、もっともっと研究を重ねる必要がありますけどもね、ビタミン D が不足しないように気をつけることはですね、新型ウイルス感染症の予防にもね、役立つ可能性がありそうです。まあ、このようなね、今の世の中の歴史的なね、ピンチをね、どう乗り切れるかっていうこともあるんですけどもね、それに対してね、ちゃんとね、世界中でね、新型ウイルスのね、薬やね、ワクチンの開発が今進んでるんですよね。そのワクチンが完成するまでね、こう見えない敵からね、どうやって身を守るかがね、問題ですけどもね、ヒントはね、意外に身近なところからあったんですよね。それはね、野菜です。野菜の取り方をね、見直すことでね、ウイルスや細菌から身を守る免疫力がぐんとアップします。で、様々なウイルス感染によるね、重症化を防ぐ鍵っていうのはですね、活性酸素の働きをいかに抑えるかにかかっています。その働きを担うのがね、抗酸化物質でね、野菜に多く含まれていて、実はね、生で食べるよりもね、加熱して食べる方がね、効率よく摂取できるんですよ。野菜のね、抗酸化物質はね、トマトのリコピンでしょ、で、ほうれん草やブロッコリーに含まれるルテインっていうのがあります。で、大豆のイソフラボンね、玉ねぎのケルセチンなどがね、よく知られてますけどもね。で、それらはね、分類上はね、大きく5つのタイプがありますけどもね、総称してですね、ファイトケミカルと呼ばれています。で、そんな野菜はですね、生のサラダで食べる方がね、良いと思っている方がね、多いと思うんですけどね、実はね、加熱がいいとはね、意外と思っている人はね、すごい多いと思うんですよ。で、これは何でかと言いますとですね、野菜の植物細胞をね、覆う細胞壁っていうのはね、刻んだりミキサーでグワーって混ぜたりしてね、処理したとしてもね、ほとんど壊れません。その細胞壁がね、壊れなければ
ければ食べてもそのまま排出されるだけですし、加熱すると破裂して中のファイトケミカルやね食物繊維が出てきます。そのためにですね、生で食べる抗酸化力をね1とするとですね、加熱時っていうのは、10から100倍にもねなりますのでね、焼いても煮てもね構いません。ですのでね、いつでも食べやすいので、野菜スープがねおすすめです。ほんでね、肝臓でね合成されるグルタチオンっていうのがあるんですけどね、そのグルタチオンというのはですね、強い抗酸化力からですね、炎症とかね、潰瘍のね治療薬になっているほどでですね、その薬になっている処方量っていうのはね、1日に100から300ミリグラムなんですけどもね、同じぐらいの量をね実は野菜で摂取できるんですよ。でグルタチオンのね含有量はね、パセリ、ほうれん草、ブロッコリーに多いんです。まあこれは人によってなんですけども、野菜好きの人はね、その野菜からね最大ね130ミリグラムぐらいね摂取しています。このことからもね、野菜スープっていうのはね、こう毎日食べ続けてもいいんだよっていうのね、有用性が分かりますよね。 あとねカレーもいいんですよ。カレーってね、その使われているターメリックってあるじゃないですか、あれにはね強い抗酸化力があるんでね、抗がん作用も期待されます。そのターメリックがねカレーには入ってますんでね、うまくアレンジすればね、新型ウイルス予防にもねうってつけです。ほんで野菜でね、緑色が濃い部分ってあれでしょう、あそこはね抗酸化力が強くて、まあ、キャベツやね白菜やったらね、中の白い部分よりもね、外っかの緑の部分がねいいです。もうめっちゃ青臭いですけどね、まあほとんどの人はね、その青色のね部分ってね、外っかのね硬い部分ってね、もうちぎっては捨ててってすると思うんですけどね、あそこが実はね、すごいね抗酸化力があるんですよ。そんな特徴からですね、カレーにはねほうれん草とかね、つるむらさき、からし菜、菜の花などね緑色の野菜、その他ですね、大根や人参の葉っぱもね加えることをお勧めします。でね、葉っぱの部分っていうのはね、根っこの部分よりもね、50倍からね100倍もね抗酸化力があるんでね、すごい効果的です。まあそんな感じでね、まだまだ特効薬もね、ワクチンもまだ届かない以上はですね、自分の免疫力にね頼るのもねいいと思いますよ。まあそんな感じでね、ビタミン D が多く取れる野菜スープカレーをね食べてね、自分の免疫力をね上げるだけ上げていきましょう。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。